ートイエイ。今日はありがとうございました。楽しかったです。そうそう、ぶどう、なんかそう、ぶどうに見えるって私が言い出して、それからそうなりました。あんまりこういうの、なんだろう、三つ編みでもね、三つ編みとはまた違うんですよ。なんかぶどうに見えませんか？そう、ここも編み込んでるし、そう、なんかぶどうに見えない？この時期さ、なんかいちごなくなっちゃってさ、ぶどうなんですよね、最近。なんかスーパーにあるのが見えるよね。やったねー、やったねー。確かにフィッシュボーンフィッシュボーンなのかこれ。確かに、ぶどう、まあ私はぶどうに感じるから、まあ、ぶどうでいいんですよ。はは。今日はそう、なんかみんな、なんかついにしますってなってそうなりましたけど、なんか私最初の方にね、もうこの髪型にしてたんですよ。もうリハの前からこの髪型にしてて、でリハの後にみんなメイクして、髪型とかしてもらって行ってて、そしたらなんかみんななんかハーフツインみたいなやつで、あれってなった。そうなんですよ。あ、そう、チャートリが、そう、みんなついにしてたら、なんかわかんないけど、たまたまなのか、なんかそう、偶然なのか、なんとかわかんないんですけど、そう、マイカーも、ね、してて、ありゃって。今日いっぱいいるぞ、みたいな。いつの間にかいっぱいいるよ、って。ね、まあそういう二つ結びが好きな方からしたらね、もう最高すぎる日だったんじゃないかなって思いますね。ダンスの先生に褒められた、え、ダンスの先生に褒められた、どこ情報どこ情報だ。あ、いろんな種類、そうそう、チャットに帰った後、ダンスの先生がサイヤのラブトリップ褒めてたえ、サイヤが去ってから褒めてたえ、嘘、そんな長上がるほど、私そんな長上がるほどに、え、何それ、恥ずかしい、情報、うん、ありがとうございます、情報をくださって。いや、私にも、そう言って、そう言われました、でも、うん、あ、本当、うんうん、いや嬉しいですね、そんなマイカーさんのそんな反省会、なんだろう、なんかに出るほど、あ、ありがとう、ん、なんかあれ、あ、釣り犬さんめっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとうあ、ありがとう、直接、うん、そう、最近良くなってるねって言われました、ダンスの先生に。そうですね、釣り犬さん
何しようかな。さやの音取りがいい。え、そ、何何何、パセリ情報。嬉しいなぁ、音取りが良すぎて見ちゃった。え、嬉しいんだけど。そんなぁ、ありがとね、褒めてくれて。パちゃん、パちゃんにはなんだっけ、チューズミーよ、チューズミー良かったよって言われた。ありがとうございます。テンション高いですよ。なんだっけ、今日も可愛すぎました。え、嬉しい、ありがとうね。なんかなんだっけ、控室にあるモニターで見れるんですよね。ちょっとでもちょっとね、映像がそんなにあれなんだけど、見てくださってたん、見てく見てくれてたんだな、嬉しいね。ラブトリップね、ちょっと久しぶりだった。ありがとうございます。釣りけんさんめっちゃ可愛いたわ、ありがとう。ちょっと二つ結びサーヤン書いてみました、ありがとね。最高のアイドル、嬉しい、嬉しいな。そう、これで、これは私です、ありがとう。ちょっとあれかな、ちょっと変。いや嬉しいな、そんな、そう、私も自己評価できないからさ。嬉しいね。ダンス違いましたか？最近私ダンスちょっと、そう、違うね。足良くなった。もう痛くないもん全然。あんなに動いて。本当よかったよ、ありがとうございますね。違和感なし、今日来たかったなって。ぜひまたお待ちしてます。そう、本当にね、お医者さんが言った通り3週間で治りました。そうだよ、ありがとう。すごいな、3週間。2週間目はさ、なんか本当に3週間なのかと思ったけど本当にそうだった。パフォーマンス好き、嬉しい、ありがとう。でも本当に今日はなんか楽しかったです。それよね。嬉しかったよ。伝わりましたか？確かに明日まで確認します。そう、なんかね、今日朝から結構早い時間帯からレッスンあって、でリハもね結構本気でやって、で本番も本気だったからさ、そう、なんかアドレナリン私大丈夫なのかなと思っ
ったんですけど、意外と今でもちょっとあるし、全然大丈夫だった。全然、うん。おお、マネさんがサーヤンのパフォーマンス褒めてたらしいね。マネさん誰？パセイじゃなくて、今パちゃんの聞きましたよ。パちゃんとダンスの先生は聞きました。そう、エナドリね、私持ってたんですよ一つ。なんかリハの後に、そう、なんか飲もう、なんかやばかったら飲もうかなと思ったけど、なんかね飲まなかった。よかった。ありがとね。エナジー言うてもあれですけど、ジュースですけどね。あ、その代わり公演の前にね、ちょっとフラペチーノを飲みましたけど。インスタ見た？載せたよ。見てね。クーポン使い切った。クーポン、なんて言うんだろう、あれ使い切りました。今日誕生日おめでとう、うっかりあんこさん、ハッピーバースデー。サーヤン推しの1年にしよう。肉の日やん。さやん、しかしか、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、そう、今日ね、今日もね、そう、雷とね、雨がすごかったよ。なんかね、そうね、楽しいよね。なんか家出ようと思ったら、なんか本当にあのドラマとかにあるなんか散々な時の散々になってる時のシーンのあの雨ぐらい降ってて、こんなこと本当にあるんやなと思ってて、だから一回ね帰ったんですよ私。一回ドア開けたけど、一回またあの閉めて、どうしようかねってなんかちょっとあの考えたりして、うん、まあ行くかと思って、また開けたらちょっと止んでて、あ、こんなに違うんだねって、ちょっとの差でこんなに違うんだねっ って今日初めて怖いけど、サヤン可愛すぎてびっくりした。え、嬉しい、ありがとう、嬉しい、びっくりした。ありがとね。あ、ゲリラね、確かにやったよね、昨日もそうだったね。土砂降りっていうのかな、晴れてはなかったけどね、なんか多分すごいんだよ。そう、最近ねすごかったな。てか雷がね、ちょっとね、どんどん、そう、雷なんか、そう、なんだろう、なんか危機感を感じるんですよね、なんかすごい。なんか人間として、人間として危機感を感じてるからさ、本当に。え、そうなんよ、もしかしたらって思ってしまうんや、傘とか差し取ったら。なんだろうね、だけんね、昨日でも、昨日の方がめっちゃ怖かった。今日も怖かったけど、昨日もなんか怖くてメールに書いちゃった。もうなんか伝えようがなくてさ、なんか、うん、そう、どうしたらいいか分かんなくなってさ、メール送っちゃった。怖かった。
みなりに切れてた。いや本当に、そうなんだろうな、危機感感じるな雷って。なんなんだろう、今日もやなかったけど。いやそう、でもさ7月のほんと1週間か2週間ぐらいなんかずっと雨なんだよね。梅雨がさ長いんかな、余韻浸ってるね。私も浸り中ですよ。梅雨明けしてないと思う。天気予報士じゃないんで信用しないでね。前髪切りましたよ、あの昨日。そうそうそう、あまだしてない、じゃあ当たってたわ。7月中旬、あそうなんだ。今日私前髪ね少なめにしたいん。なんか前髪少なめにするだけでさなんか夏感ある。本当はもっとね前髪あるんだけど横にしてる。前髪少ない方がいいよって言われた。なんかそう前髪をねそうやってセットした時に急になんかお母さんみたいなメイクさんいるんですけど、なんかみんなのお母さんみたいなメイクさんをね、かわいいねって言われて、なんか私その前髪がちょっと癖があるから、なんかそれがそれかなと思って、前髪ちょっと変ですかみたいに言ったら、いや顔がかわいいねみたいな、改めてなんかしっかりと見てみたいな。って言われてめっちゃびっくりした。そんなさ改めてさしっかりメンバーなんか本当に昔からあのそのメイクされてる方でメンバーの改めて見たらって。そうなんかでも嬉しいよね、なんか改めて見てもさあのまた可愛いって思うってすごいよね。で今日このめあのそう髪型してくれた方もいつも可愛いって言ってくれる方で、そう高尾可愛いんですよ。めっちゃもうテンションが本当に上がっててだから。メイクもちょっといい感じにうまくいったかもしれん。だから今日は、だから今日そうテンション高い。自己肯定感をねしっかり上げてくれるメイクさんたち。思った、今日なんかめっちゃ褒められてるかも。なんか今日公演の後もなんか怖い。なんか怖い。大丈夫かなこれから。なんだろう、ぶどうって最初に言ったの私だよ。私が何気なくなんかぶどうだみたいだなと思ったから、あこれぶどうに見えるからぶどうヘアって名付けようって言って、うん、でも多分あれやね、多分今すごいテンション高いっていうか元気っていうかすごいなんかいい感じだから、そのいい感じを呼び寄せてるかもやっぱり。ネガティブだったらネガティブもさなんか呼び込むっていうやん。そう今いい感じかも私。ってさらに思うことにする。呼び寄せてるかもしれない。そうだよ今はねぶどうの季節
輝いてる。今日めっちゃラーメン塗ったもんな。そうだからね、メンバーにもね、なんかそうちょっとね心配かけてたとこもあったけど、なんか元気になったよって。そうそうそう、ありがとね、ありがとね、ありがとね。でも今日は本当は巻き髪にする予定だったんだよね。昨日は絶対にストレートにしようと思ったけど、ストレートのおろしに。でもなんか今日やっぱり巻きのおろしにしようと思ったけど、ちょっと決めてた。でも全然違ったね。うん、ああ確かに安全そう。そうだよ、今日会った瞬間にそう、今日は暑いんだよ、みんな暑いんだよって言われて、えっ、そうだね、ブドウヘアまたするかも。そう、私ファンの方にいろいろ言っちゃってるって、いろいろ言っちゃってるって言った。推し編してしまいそう。推し増しはどうですか。まあ好きになってくれたら嬉しいよ、好きになってくれたら嬉しいし、押してくれたら嬉しいよ。そう、私押し返してくださいってね、一言も言ったことないよ今まで。それはね、言えないんですよね。そうそう。そう、とりあえずまあ嬉しいですね。気になってくれたり、なんかまあ好き面でも、推し面が一番嬉しいけどね。なんか嬉しいです、やっぱり。幸せを感じます。そう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 、気になる、気になる存在。よく相関図にあるやつだ。ありがとう。いろいろあるかね、いろんなことがきっかけだったりとか、なんだろう、ゆっくり好きになる方もいるし、みんな違ってみんないいよ。お、ありがとう、ありがとう。うん、嬉しいです。好きになってくれて、私も好きなんで、ね、本当ですよ。おー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。確かに。夢、イメージありません。もう、はい、嬉しいです。え、そうなんだ、嬉しいね。
ありがとうね。確かにデレキかも今。いや、デレてない今私は。ただ本当のこと言ってるだけ。デレてない。嬉しい、ありがとうね。確かにライブにサイアンがいて、ちょっとでも嬉しいなって思ってくれてるだけでも嬉しいよ。ありがとな。出るじゃない。多分出るじゃない。出るじゃない。ありがとな。明日の命令にはこういうことは書かないかも。恥ずかしい。それはそうだ。どこをまとめの見出しにするかは私にかかってるからね。え、明日月末。あ、そうなんですか。ありがとう教えてくれて。月末がいつかわからなくなるよね。明日は、あ、そういうことか。あれ撮ったっけな、そういうやつ。そういうやつ。あれ撮ったっけな。え、そうなんや。30日だったり31日だったりするからさ。そう、リールね、今日も投稿したんだけどさ、なんかそんなに毎日、ほぼ毎日投稿して大丈夫なのってなんか心配されてるんだけど、マネージャーさんに。なんかそう、なんかファンの方はそんななんか飽きが来たりしないのっていう。うん、そう。だからそれがないらしいんです。それがまだなんかあのファンの方は飽きるとかないらしいです。そういうもんなんだみたいな。そう、とりあえず今はそういう気分だから、そういう気分の時にね投稿しとこう。嬉しいです。そうなんだね。そう、レア感なくなるけどね。動画はそう、何個かあるけど、どうだろうかな。うん、どうだろう。ストックは結構あったんですよ、意外と。でもそんなにのもあるし、感じですね。うん、まあなんとなく。なのでね、皆さんたくさん見てくださいね。そう、気分で変わるから。気分、直感で変わる。そう、でもそう、再生回数もそんなにね減ってないんだよね。
とそうコーデも載せようと思ってます。私服とかね。そうなんですよ、再生回数増えてるんだよね、減ってはないんだよね。なんかまあそれは投稿すればするほどさ、やっぱ見てもらえることは増えるから、まあそうなんだけどね。そうなんですよ。わかんないですね。そう、おすすめにね乗ることが大事なんだよね。おすすめに乗ったら本当にいろんな人に見てもらえる。乗るか乗らないかで結構変わる。そうなんよね。いいねが多分いいねと保存数で決まる。ような気がするよ。でも今日ちょっと投稿するのちょっと10時ぐらいだったからわかんない。乗ったらね、再生回数が倍ぐらいになるかな。保存。そうそう。そう、最近だったらねこれなんだよね、5万再生、久しぶりのリール久しぶりに投稿してるやつが、そう、がねおすすめに載ってますね。うん、おすすめ、わかんないけど、いいねとコメントと保存数で変わる気がする。
とハッシュタグわかんないんだよね。関係あるか。でも今見たらだんだんといいねが減ってますね。検索に引っかかった方がいいのか。確かに。日が経った方が多いってこと？確かにそういうことか。そういう風になるのか。ちょっとハッシュタグいろいろつけてみよう。ね、どうしよっかな、迷うな。すごいな。そうなんですよね。やっぱね、すごリーチしたアカウントがフォロワーさんよりフォロワー以外の方が多いんですよね。なんかリールって不思議と。そうじゃないやつもあるけどね。めっちゃここで会議してる。でもやっぱりハッシュタグ関係ありそうだな。ある気がします。
し。確かに朝に投稿もしてみたいな。そうだね、全然自分のことを知らない人が見てなんかフォローしてて、フォローして、あ、この人アイドルだったんだみたいなって感じもいいですよ。ふむふむ。初めてクアトロ、ありがとう。そう、いろいろ変更してみてる今。難しいな。初見です、ありがとう。まあいっか。あの子、そうだね。編集は、最近そんなに時間かけてないけど。三つ編みだね、これ。こんばんは。
ごい、今日めっちゃ褒められてるわ、嬉しい。やったね。楽しかったです。楽しかった。そうだね、褒められて伸びるタイプですね今。そうだね、だからそう調子がいいです。調子がいい。そうなんよね。自己評価はできないけど、なんか今日はすごい、そう、自信は、自信があった。自信を持てた。そうだね、この感じが長く続くといいですよね。そうだね。できればずっと持っときたいけど。わかんない、もう来ないと思うけどね。不安定なのは。多分。何も起きなければ。ねえ。まあ人生ですね、それこそ。人生、山あり谷ありと言いますもんね。ありがとう。そうなのね。応援してください。人生の応援。確かにね。サインが可愛すぎた。頭が痛い。すごいね。すごいね私。気圧が今すごい。今気圧がすごいんだって。はあ。すごいね私。ありがとうございます。でも確かに気圧感じた今
なんかそう、なんか気圧すごいなってちょっと薄々感じてたよ。確かにね、ムシムシしてる。梅雨ですね。でも梅雨ってすごいね。梅雨って本当よね。去年はめっちゃ1週間ぐらいしかなかったような気もするけど、今年はちゃんとありますね。待って、結構7月になったら結構カラッと晴れるみたいなのが続いてたような気がするけど、全然そんなことなさそう今年は。でも不安定だから分かんないな。また変わるかもしれないしね、天気。セミ鳴いてたっけの、なんかこれこの声はセミなのかっていうのはあった。すごい遠くで。何なのだって思いながら。そうなんですよね。最近偏頭痛ならない？ちょっと前はあったけど最近ないかも。なんかね、木がいっぱいあるとこはセミおる今日ねトトロ見たんですよ、録画してたやつ。面白かったよね。なんか久しぶりに見たんだけどさ、なんかとんでもないことが起きるからさ、なんか笑っちゃった。もう普通に素でさ笑ってた。みたいな。あ、リアルには見てないよ。トトロ、結構前のやつ、まだ録画してた。このシーンが面白かった。でしてたら、ずっとこうやってしてたら、もうてててんてててんてて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 、でもなんかめっちゃ伸びて、めっちゃ伸びて、なんか家をあの家を全部日陰にするほどの大きな木ができて、そこで笑った。私はそんなことあるって。ってなった。私はもうあのピョンっ
あの目が出てきただけでそれでよかったのに、ででででで、なんかもう木が、大きな木ができてしまったから、しかもとどまることはなくて、それがしかも日陰になって家が全部だからどうなるんだろうと思って、全部日陰になったら洗濯物さ、なんかさ、なんか外干ししてたけどさ、なんか乾くんかなとか思ってた。次の日にはさ、なんか違ったそう、その次の日にはちゃんとだったから、そう、ちょっと心配しちゃってたそう、夢だけど夢じゃなかった、夢だけど夢じゃなかった。そう、これね、私この歌は覚えとったんでも、なんかどういうシーンか覚えてなくて、やっとつながったよね、そういうことねって思った。夢だけど夢じゃなかった、あーそういうことかって思った、理解した私は。面白かった。やっぱりね、猫バス、猫バスいいね。猫バス乗りたいな。そう、でも最近そう、ドラマがね、そう、7月から始まるけど、それまではもう見終わったからさ、見るものがなくてさ、なんかちょっと前に録画してたやつを見てるんだよね。猫バス開くとき落とすよね。ほいーん、ほいーん、目がバキバキね、みたいなこと言って目がバキバキ。乗りたい。あともう猫バス乗った時のトトロの顔が結構ツボなんですよね。そこでも笑った。私はみたいな顔してた、みたいなずっとこの顔でずっといたのツボそう、これはそうだ。傘持って、ドーン、バーも結構好き。びっくりよね、あんな面白いな。もっと傘持ってたよね。
傘持ってっちゃったよね。雨やんだっけよかったけどさ、うんと、おもろいな。見返したくなった。いや、見返してみてください。はあ。でもその時の録画のやつ見たら夏場ジブリって言ってたから、もしかしたら今年の夏またあるかも。え、あるんですか。え、去年のやつをそう私が録画してた。あ、あるんだ。へえ。じゃあ本当に本当に夏はジブリなんだ。新作があるから。へえ。新作。へえ。宣伝なし。そうなんだね。あえての。へえ。あえてなし。何、なんか逆に気になるみたいなやつ。今までの全部見てる気がする。多分沖さんがめっちゃ行きたがってた。あ、本当ですか。私も見たいな。あ、そういうほあれね、方法。あ、ジブリパーク行きたいよね。でも今予約がすごいんだよね。すごい埋まってるんだよね。愛知県にあるよね。そうです、そうです。そうです、そうです。そうです、そうです。なんか眠たくなってきた。なんか前髪増えたかな。え、だいぶアドレナリン抜けてきた。今のじゃないですよ。今のが原因とかじゃなくて。いや本当に。あ、インスタ見ました。ありがとうございます。
そう、ライブだったもんね。もうね、ほんとそう、前髪いい感じ、視界良好。よき木曜日だ。待って、明日金曜日らしい。来るよ、あれが。あれが来る。ヤンマガ、ヤンマガウェブ。もうすぐで。土曜日の夜ね。ねえ、ついにすぎる。はっ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 は。ついにすぎ、ついにすぎ。そう、0時00分。楽しみだね。そう、ウェブだよ。ウェブ。楽しみだね。グラビア、うん。しかもね、なんだっけ。全部で36ページだっけ。いっぱいある。そうですね。27人目かな、私。確か。イエイ。今の自分の鼻歌がよくわからんかった。意味が、よく意味がわからんかった。今自分で言って、いつもの歌か。あ、待って、もう今日終わるわ。ありがとうございました。ありがとね。明日は金曜日です。気をつけましょう。終わりだよ。あ、明日はあれだった。月末だった。うん。ありがとねん。イエーイ。はははは。頑張っていい。ありがとうございます。ありがとう。変わった。
つりけんさん、いわちゃん、ボブさん、ロックオンさん、ぜいちゃん、みつるんさん、せいやんさん、こっぺさん、ゆうじーさん、まいせんさん、ふじぽんさん、ほたてさま、にのまるさん、あおちゃん、メガバイトちゃん、オーサムさん、ときわさん、えびすさん、いぬちゃん、ゆうさん、ねこのおかずさん、がっちゃん、大西くん、なりーさん、いなっちさん、まさきさん、神戸のマーチさん、クロクマーさん、ももまるくん、コロスケさん、ナオティさん、ちくわドーナツさん、りょうさん、らくらくさん、ありがとう。完全に無の領無の無無無知の領域に入ってるわ。はあ、無知の無知の領域いや本当にそう無知って感じ今私。あ、無我っていうんか、え、無我、無我の領域だわ今私。やばいね。何も考えずにお風呂入らな。こういう時ね、やばいよ。こういう時ね、もうね、私ね、はぁーってなっちゃってさ、そしたら1時間経ってんだよね。だから私はこれから、そう、領域展開しなきゃ。領域展開でして、もう何も考えずに、うん、お風呂入らなきゃ。簡易領域。解放したいね。皆さんもね、寝てください。寝てね、ゆっくりと。今日もありがとう。本当よ、本当よ。かわいい顔できてるかな。できてるか分からん。
あ、もうすぐ終わるわ。ありがとうございます。バイバーイ。またね。あと20秒ぐらい。ありがとう。みんなありがとう。バイバーイ。